雪の中お集まりいただきましてありがとうございます。12時半となりましたので、超難問オタカアメイチ丸×山賀クイズをこれから開催させていただきたいと思います。よろしくお願いします。商品の、ご紹介をまずさせていただきたいなと思います。はい、まずですね、カレンダーもお持ちの方いらっしゃいますか？ありがとうございます。ただこのカレンダー、ただのカレンダーじゃございません。選手の直筆サイン入りに入っております。はい、選手はですね、今年9番になってサインに犬の手形を入れている高崎選手と、先ほど神田社長がですね、この新加入選手は注目だとおっしゃっていたセルジーニョ選手で、もう一本が、17番もう一人のニューブラジリアンジエゴ選手のサインが入ったカレンダーとなっておりますので、サイン入りのカレンダーお持ちの方少ないんじゃないのかなと思いますので、ぜひぜひ狙っていっていただければと思います。で、次がですね、こっち行きましょうか。同じもの2枚あります。これ見覚えある方いらっしゃいますか？そうです、2016年の、コンフィット T シャツです。決して売れ残りを持ってきたわけではありません。意味があります。番号は23番、2016年の23番といえば工藤選手でも、工藤選手今年10番になりました。なんと23番の工藤 T シャツに10番の工藤サインが入っているという、かなりのレア物が2枚準備しておりますので、よろしくお願いいたします。続いてサイン色紙ですね、2枚ご準備しました。まず1枚目、4番飯田選手のサインです。先ほどの特集でも鉄道選手にからですね、かなり期待を込められているというふうな、飯田選手ですね。よろしくお願いします。そして2枚目、19番、なんかサインが変わったらしいです。山本選手、すごい分かりやすい山って書いてます。ニューサインです。そのサイン紙が2枚。そして最後が、この緑マグカップ、もうお持ちの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、サイン、三島選手のサイン入れていただきました。僕直接サインもらったんですけど、すごい書きづらいんで頼みやすい人にしようと思って決めたら、三島選手になりましたので、ぜひこちらも狙っていってください。どう？アンズカちゃんどうだとか？どう？これ知ってもねんだけど、丸？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 ガンズク丸って言ってますけど、どうしましょう？あ、一人しかブレてないですけど、ガンズクの意見は大して参考にならないってことがよかったんですね。はい、じゃあよろしいですか？え？丸ですとり、バツ、他の皆さん、じゃあ正解をお伺いしたいと思いますので、まず神田社長、お年は39歳です。39歳です。そうです。じゃあ鉄腕バサダー、今年は34歳です。はい、39-34は5、正解、丸。1人。では敗者復活戦の前にまずどうぞ。おめでとうございます。当たった、ガズク当たった。じゃあ選べるの。じゃあ工藤選手のコーンヒット、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあここで敗者復活戦ということで、皆さん、安曇野市の農産物応援キャラ妖精の安曇野ズは、4人組ですが、その名前はソパッピ、ライスン、アトプール、ワザッピの4人である。もう全然松尾では関係ないです。かけらも関係ないですけど、知ってんじゃないですか。そうですね、ここのホームタウン、ね、安曇野市ですからね、関係ないと見せかけて安曇野市のことで、その、山田クイズに入れさせていただきました。はい、ソパッピ、ライスン、アトプール、ワザッピ、ワザッピの4人、よろしいですかね。じゃあ3、2、1コール、もう一度テストアンバサダーお願いしていいですか。いい？じゃあもうなくてももう分かってるからいいんじゃないかな。そうですね、分かりましたね。正解、テストアンバサダーからお願いします。これね、難しいよね。でもね、難しい。正解はね、×です。何が
何が罰か分かります？あ、そう、わさっぴなんですよ。わさっぴじゃなくて、わさっぴまさかのまさかのですね。あ、お二人ですので来ていただきましょう。おめでとうございます。そば祭りでも、そば祭りでも商品をゲットしてた。ここでも、ここでも強いな。戸鷹神社に守られてる。たくさんが来てるから、どうぞお好きなものを選んでくださいね。はい、高崎選手と工藤選手の、高崎選手のカレンダーと工藤選手のコーヒーと T シャツを持っていただきました。いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい、チョキ、グー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 の人、前前、すごい。綺麗に5人残って、しかもみんなちびっこという非常に綺麗な話でこのクイズ大会を終わらせていただきたいと思うんですけど、じゃあみんな喧嘩しないように、どれがいい、どれがいい、はい、じゃあみんなストップ。